サイモン・レーナ・シンは、プロデューサー、ジャーナリスト、サイエンスライター。大英帝国勲章の受賞者。パンジャーブからの移民である両親のもと、イギリス南西部サマーセット州に生まれる。インペリアル・カレッジ・ロンドンで学び、その後ケンブリッジ大学大学院にて素流し、物理学の博士号を取得。後に、テレビ局 BBC に就職し、ドキュメンタリー番組、フェルマーの最終定理。 ホライズンシリーズにて各種の賞を受賞した。後に、この番組はエミー賞にもノミネートされた。この時の取材をもとに書き下したフェルマーの最終定理も高い評価を受け、ベストセラーとなる。その後の著書も好評で一般向け科学書ではトップクラスの評価を得る。現在もサイエンスジャーナリスト、プロデューサーやラジオ番組のパーソナリティとして活躍している。 2008年4月19日付のザ・ガーディアン氏にて、カイロプラクティックの有効性を否定。この記事に対して、英国カイロプラクティック協会は執筆者であるサイモンシンを訴えていたが、2010年4月に PCA は訴訟を取り下げた。ありがとうございます。